雷パフォーマンスパーク情報局にも、まあ、ちょっと書いてあるんだけど、まあね、リアル宝探し、こちら葛飾区亀有公園前派出所、徳川将軍家が残した、財宝を探し出せの巻とですよ。8月の1日から31日、夏休みの間ですね。ヒントが置いてあるお店とかがあって、謎を解くと宝箱の場所が分かるので、結構面白いんじゃないかなと思います。このレッツステッカー、街路灯とかにこういうね、こういう今こういうねシールが貼ってあるんですよ今で、まあ、これはずっと貼っていかれるんだけども、ここにあのスマートフォンをこうパッとかざすと、その街の情報とかが得られますよっていうね、なんかこうそういうこうなんかチップが入ってるシールみたいなんですよね。だね、これとかね、ちょっとこう俺的にはすごい面白いなっていうのがあって、まあ、例えばこうイベントがなんかあった時に、あのそのページをねもう作っちゃって、みんな最初のページでそのイベントやるよみたいなページとか見てたらなんかすごい面白いのかなっていう、まあ、ちょっとまあ脱線しちゃったんですけど、一応まあこのね、リアル宝探し見事あの全部の宝を探す、宝って言っても、まあ、このキーワードなんだけども、キーワードを探し出して発見報告所という、まあ、まあゴールで、そこで全部のキーワードが合ってると、りょうさんの認定カードと、先着2000名様に、まあ、りょうさんグッズってこう、まあ、書いてあるんですけどね、この、うん、まあ、りょうさんの抱きつき人形先着2000名さん、もうあるだけって、次であの宝ッシュカードっていうのがもらえるそうなんで、まあその他に、その他にですよ、まあアンケートというか、この、まあ、ダブルチャンス的な感じ の, あのプレゼントもあります。これはねまた後日発送を持って返させていただきます的なね、あのまた商品もありまして、これはね A 賞が Nintendo 3DS LL、うん、というのが1名様、1名様にあたって図書カード5000円分が4名、あとは、セブン&アイ共通商品券2000円分が、50名様になっています。いうね、こんななんかいいな、俺も送りたいなと思っちゃうんだけど、うん、まあ、こういうねイベントね今実際こうやってます。ぜひぜひ夏休みの間、ちょっと暑いんでね、熱中症にならないように気をつけてもらいながら参加していただければ幸いでございます。これ、この冊子は、亀有駅の改札ですぐ目の前にこっち亀の看板があるんですよ。あの柱にくくりつけて、こういう感じでね、この絵がねもうほんとこんな感じでこう、なんていうんだろう、もうすぐ見えるんで、そこの看板の両サイドにあのラックがあるんで、そこで、まあ、メインはちょっと配布されていますので、あの、まあ、基本は亀屋に来ていただいて、参加してください。